新型コロナウイルスの接触確認アプリのサービスが始まってから2ヶ月が経ちましたが、陽性者の登録は311人にとどまっています。接触確認アプリココアは、昨日までに国内のスマートフォン全体のおよそ2割にあたる1390万件がダウンロードされました。 その一方で、サービスが始まってからの2ヶ月間で全国の感染者は3万9000人を超えましたが、アプリに陽性の登録をした人は311人にとどまりました。陽性の登録は保健所から連絡された処理番号をアプリに入力する形で行われますが、保健所から番号の通知がなかったり遅れたりするケースもあったということです。 保健所も十分に対応しきれてない部分もあるようでありまして、えー、まあそうしたことも含めて、えー、まだ万全の状況ではないということだと思います、えー、改善できる点はしっかりと改善していきたいといいう,うに考えています。西村大臣は保健所を支援し対応を改善するとしています